水木さん26歳。背景が気になる人です。いろんな意味で。月に 2,3 回自分の部屋からインターネット配信しているのですが、優に膝の高さまで積もっているのはどう見てもゴミ。牛乳パックや食べ物が入っていたトレイ、剥がした蓋まで地層のように。素朴な疑問。なぜ捨てないのでしょうか。どんなに散らかしていてもご飯は毎日自分で炊いて食べるスタイル。この日の夕食はスーパーで買ったマグロのお刺身。食べる時はちゃんと正座で。また堆積物が増えました。